さてここからはエンタメをキャッチのコーナー、僕杉浦直哉が毎回さまざまなエンタメ作品をご紹介するというコーナーなんですが、今日はこのお時間にゲストリモートでお迎えさせていただきます。もしもし。もしもし、聞こえてますか？聞こえてます。お名前聞かせてください。はい、滋賀の皆さんこんにちは。アニソンシンガーのアジアイン咲花朝香です。よろしくお願いします。朝香さんお久しぶりです。わー、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。元気そうで何より。いやいや、そちらこそ元気そうで何よりですね。昨年 E ラジオのイベントシガスタに、ね、出ていただいてちょうど1年ですよね。早いな。ほんとあっという間、ついこの前みたいですけどね。ねえ、うん、本当に素敵なイベントだったんですよ。うん、シガスタ どうでした？ケータリングのロールキャベツがすっごい大きくて、はい、私一人で4個くらい食べちゃったんですよ。本当に、はい、あれからロールキャベツハマっちゃって自宅で作ったぐらい。いいえ、すごい美味しくて、まあ、あのシガスタほど美味しくは作れなかったんですけど。いや、もうあれは衝撃的な出会いで、はい、ご飯も美味しかったしライブも本当素敵で、うん、出演者の皆様ともちょっと楽屋とかで楽しくお話しさせていただいたりして、はい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 、本当に思い入れがたくさんありますね。ロールキャベツ、あのでもこの前ね、その番組にコメントもいただいたじゃないですか、はい、でその時にこう、はい、4月さんの時に、まあ、一緒に出演してたあのマチコさんと駒形ゆりさんと、まあ、その後もこう、はい、進行がみたいな話をされてましたけれども、あの4月さんがきっかけで、うん、仲がより深まって、うん、もう楽屋だけじゃあの喋り足りないから忘年会やっちゃおうってことで、イベントが終わった後も、うん、ちょっとプライベートの方でお会いして、いまだにこう連絡とかもさせていただいてるので、やっぱりああいう大きいイベントがあると普段なかなかお会いできないような方ともお話できたりするので、すごく個人的には嬉しい機会で、うん、いやあの時本当にね、あの3人前半出演組だったんですよね。はい、そうです。でも本当にあの楽屋の前にソファーみたいなのが置いてあって、はい、でもその楽屋の前っていつ通り過ぎてもずっと3人で喋ってるっていう。まだ喋ってるみたいなね。ちょっとあの途中でデジャブかなって思うぐらいずっと喋ってるみたいな感じでしたけど。喋ってましたね。話足りなくって、もういや、うん、楽しかったな。またね、いろいろと落ち着いたらやれたらいいんですけど。いや、そうですよね。うん、まあでもね、滋賀がそうやってこうなんかご縁結んだみたいなのはなんかこう、はい、僕らも聞いて嬉しいです。あ、そう、滋賀って確か、うん、あの船、はい、がなんかミシガン、ミシガン、そうです、なんか姉妹都市みたいな。そうなんですよ、そのね、はい、朝香さんはあのミシガン州、アメリカのね、はい、ミシガン州に小さい時にいらっしゃったということで、はい、でその、ま、滋賀県 と、ミシガン州っていうのは、ま、姉妹関係にあって、はい、でこうミシガンっていう、ま、船があるんですよね。そうですよね、はい、遊覧船があって、いやだからそのお話を聞いた時に、ってもう衝撃走って、姉妹都市だったんだって。うん、そうなんですよ。だからあのなかなかやっぱりこう滋賀県でアニソンフェスって頻繁にあるわけではないと思うんですよ。はい、そうですね。だから、うん、もうこの事実を知った以上、はい、私はもうミシガンをもう背負うぐらいの気持ちのアニソンを滋賀と沿ってミシガンにもう届けたいっていう、なんかそういうちょっと強い思いがやっぱ未だにずっとあって、うん、だからね、いろいろ落ち着いたらまたちょっと私の方からちょっと率先して滋賀県の方にもっともっと音楽を届けたいなと思っております。本当ぜひぜひですよ。わ、ね、もう本当に嬉しいです。それこそこう船のミシガンの中でもちょっとイベント組んだりとかもできますからね。なんだったらこう船の、ね、中でとか。私、はい、昔ちょっと夢がありまして、うん、その遊覧船とか船でディナーショーだったりとか、はい、ちょっとそういうのをいくつかやってみたいなと思ってて、うん、ずっとそれが実現できずにいるので、はい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 、もしそれが実現できるのであれば、はい、いつかこう船に乗ってご飯食べながら、うん、こうステージで歌うっていうのも素敵なのかなって。やりましょう、ミシガンで。私いろんなこと言ってますけど、ミシガンの船で、はい、ある意味故郷に帰るみたいな。そうですよね。夢が膨らんだ。いや、いいじゃないですか。ねえ、
もしかしたらどっかでつながってね、滋賀県でそういう話があるかもしれないですからね、はい、いやそれはぜひその時には僕も行かせてもらいたいと思いますし、ぜひ MC を、ね、マジですか、やりますやります、一緒に琵琶湖汽船さん聞いてますか聞こえてたらええな、ね、でもまあそうやってまた滋賀にも来ていただきたいと思いますけれども、はい、大好きですよ、ね、まあ、そのイベントがあったのが1年前で、ね、まあ、この1年っていうのは飛鳥さんね、まあ、20歳を迎えてで、はい、大人1年生の1年だったということもあり、はい、あとはもういろんなことをまあ経験された1年で、ね、春にちょっとこう喉の手術でっていうこともね、あってこうファンも心配したところじゃないかなと思うんですけれども、はい、うん、もうすっかり大丈夫ですか？もうバリバリ元気です。バリバリ良かったです。もう楽しくお話しして自分がもう、うん、あのなんだろうな、こう思い描くように歌えるようになったっていうのはもう本当に手術をして良かったなと、はい、歌うたびに思ってるんですけど、うん、まあ、今回の手術ですごく勉強になったのが、声って思っている以上に生活で支えられてたんだなっていうとこで、うん、個人的にはもう本当になんか歌以外にももっともっと自分を楽しめる趣味だったりとかってあるだろうと思ってたんですけど、はい、いざこう手術をして、まあ、その絶対安静期間っていうのがあって、うん、まあ、1週間ぐらい喋れない状態が続くんですけど、はい、意外とあれ自分声がなかったら何もできないなって、うん、そういう壁にぶち当たってしまって、はい、それであのもっともっと喉をいたわって、まあ、その喋れることって当たり前じゃなくって、うん、常日頃こう本当感謝の気持ちを込めて歌とかこういう風にお話しさせていただいてる時もちょっと一つ言葉を紡いでいかなきゃなっていうのは手術をしてすごくあの感じたことですね。うん、まあ、非常にこう大きな経験だと思いますけれども、はい、先日その手術して初のワンマンライブも、まあ、オンラインで行われたんですよね、はいはい、どうでしたワンマンは。気持ちよかった本当に気持ちよかったです。いやその時のねなんかこうライブの MC の内容とかでもなんかねいろいろあったからこそでも前によりパワーアップしてるっていう感じがすごくこう出てるなっていうのを思ったんですけども、はい、うん、もう1年ぶりのワンマンライブだったので、はい、自分がどういう風に歌って、うん、どういう風に何十曲そういういわゆるペース配分ですよね、はいはいはい、そういう感覚がもう全部体の中になくなっちゃっていたので、そこからまずリハビリも含めて感覚を取り戻していくっていう作業が難しかったんですけど、まあ、ある意味初めての経験だったので、はい、すごく面白かったですね。うーん、面白かった。徐々になんか戻ってくるんですよ感覚が、はい、うんうんうん、あそういえばこの6曲目でもうちょっとペース落としたなとか全部が全部 500% でいくんじゃなくて、うん、何十曲歌うからにはそれぞれのペース配分っていうのがすごくワンマンライブって鍵を握ってくるので、はい、それをやっぱりリハーサルとかも重ねていくたびにそうだったな、10曲歌うのってこれぐらいやっぱりあの体力いいよなとか、1年間のブランクっていうのがやっぱりこう歌うにつれて徐々に戻っていく感覚っていうのがすごく不思議でもあったし面白かったっていうのはありましたね、うん、いやでもね、まあ、そういった経験もしてで、まあ、ここからさらにパワーアップしててっていうことなんですけども、はい、でもあのねこう SNS とかでも普段からこう飛鳥さんのね、はい、あのツイートとか見させていただいてこう変わってないのはもうそのオタクっぷりですよね最近もなんかこうねアイドルマスターの愛めちゃくちゃ語ってたりとかね、なんか誰か桃鉄一緒にやってくださいみたいなこと言ってたりとか変わんねえなと思いながらね、見させていただいてますけど、そこはブレてないですね、軸はブレてないですね、ずっと芯がある状態です、うん、はい、今なんかこう、まあ、ホットなものというか、はい、なんか今こう、まあ、オタクっぽい質問すると今期何見てますか私今期が実はそのおそ松さんの3期しか見れていなくて、はい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 、あと自分が担当している主題歌の日暮らしの泣く頃に GO はもちろん見ているんですけれども、はい、これ悪い癖なのが、うん、自分が今まで見ていたシリーズものはすごく見れるんですよ、はい、うん、もう新しいアニメってなると情報量が多くてですね、うん、なかなかこう頭にスッと入ってきづらい設定とか一から入れないといけないですもんね。そうなんですよね。
これを多分乗り越えなきゃいけない時期ではあるんですけど時期なんですか時期が来てますね今時期が来てますか。結構オタク10年目ぐらいなんですよ、うん、もうようやく10年目にしてその壁に当たってしまうというそろそろこれは10年目にして乗り越えなきゃいけねえぞみたいな乗り越えなきゃいけない壁です。なのであの銀魂とか来年映画公開されると思うんですけど、うんうんうん、進撃の巨人とかもね、はい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 、今もまだ熱々ですし昔から見てるシリーズはもうすごくあの率先して見るんですけど、うん、最近はねこう新規開拓っていうのをねなかなか自分が率先してやるっていうことが少なくなっちゃったので、うん、この壁をどうにかこうにかして乗り越えようって今頑張ってます頑張ってますそうなんです、まあ、でもさっきちょっとゲームでお熱で、はい、あそうですよね桃鉄っておっしゃってますけど、はい、桃鉄とかそれこそアイドルマスターとか、うん、そういうゲームに今は時間を割いてることが割合としては多いかなって。まあねあの24時間しかないですもんね。もっと時間があればっていうところもあるとは思うんですけど、24時間を難しいですよね配分がね、特にゲームとかやってたらもうあっという間に何時間も過ぎちゃいますよね。もうあっという間に過ぎますからね。でまあねそんな話もしつつなんですけれどもさっきね、はい、担当されている出ましたけれどもテレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO のオープニング曲、はい、I believe what you said リリース中ですけれども、はいはい、この時間はね実は毎回僕が、はい、まあ、あるエンタメ作品を1個ピックアップしてで、まあ、それを制限時間内に紹介するというコーナーをやってるんですね、はい、でここで朝香さんにこの新しいシングルについて制限時間内に紹介するというのをチャレンジしてもらってもいいでしょうか。おお、ぜひでこれやらせてください。その制限時間がくじ引きで決まるというルールなんですね、はいそれは私が引くんですか、そうです杉浦さんが引くんですか。今画面の端っこにこれ手が出てるの分かりますかね。スタッフが1から5番のカードを持ってますので1から5番で好きな番号を言っていただいてでパッと引いてでその裏に書かれた、制限時間内に紹介するという感じで。わかりました。はい、では何番いきましょうか。多分5秒のカードにナンバー5をつけることはないので、うん、はい、私はカードの5番を選びます、はい、深読みしてきましたね5番は30秒です。さすが心理戦に勝ちましたよ。では30秒の制限時間内に、はい、ニューシングル I Believe What You Said の、紹介をお願いします。いけますか。はい、はい、いきます。では朝香さんのチャレンジスタート。現在放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO オープニングテーマ I Believe What You Said、 こちら宿田千代さんが作詞作曲をしておりましてアニメの世界観に合わせてミステリアスでダークな世界観に仕上がってます。みんなぜひ聴いてください。そしてミュージックビデオはなんと廃墟で撮影してきました。こちらも合わせてぜひご覧ください。最後に朝香が手術を経て初めてのシングルとなっておりますのでぜひ皆さんパワーアップした朝香を聴いていただけると嬉しいです。よろしくね。お、待ってる。お、あ、でもちょうどぴったりぐらいですよ。ちょうどぴったりぐらい、素晴らしい。いやーでも30秒にギュッと詰め込んでいただきましたけど、はい、いや本当めちゃくちゃかっこいい曲ですね。今回はだいぶちょっと挑戦的な一枚にはなってますね。まあ、これねアニメで 2話目から聞けるんですけども、はい、2話でね、はい、映像と一緒にバッと流れた時に本当にこう作品の世界ともリンクしてて、はい、すげえかっこいいと思って僕は見てもらったんですけど、アニメの映像ともすごくマッチしていて、そうなんですよ、うん、あれはちょっと感動しました。私もはい、このね日暮らしの泣く頃にっていう、まあ、シリーズは、まあ、そもそもゲームでね、まあ、いろんなこうメディアミックスとかも今までされてきた非常にこう人気のあるシリーズじゃないですか。はい、はい、今までこの作品撮ってきたことっていうのはあったんですか。ゲームから私はプレイをしていて、うん、もうこのお話をいただく前から作品の大ファンだったので、うん、お話最初聞いた時には信じられなくて、はい、私が日暮らしのオープニングを担当するのって、ね、なんかもう衝撃的すぎて
そのお話をね一度で飲み込むことはできなかったです。徐々に徐々にこう数日間に分けてこう楽しめて、うん、あ本当に歌うんだなって現実を受け入れてはいったんですけど、 それぐらい大きなことだったってことですね。もうそうですし、やっぱ家族も大好きだったので、うん、私自身すごくホラーっていうジャンルが大好きで、はい、まあ、その影響もあってか、まあ、家族でまあそういうホラー映画だったりとかホラーアニメを見る機会っていうのが多かったので、うん、それであの日暮らしとかも一緒に家族でリビングで視聴したりしていたので、私もだけどやっぱり家族も一緒に喜んでくれて、うん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 、なんか一緒にみんなで夢をつかんだみたいな感覚はありますね。家族全員で。いやもうね、この作品本当にあの、まあ、サスペンスホラーというかね、はい、感じの作品で、まあ、本当にまあその作品にも寄り添ったこうちょっとこうクールでハードな感じの楽曲で、ね、まあ、さっきこう、はい、いろんな挑戦がっていう、ね、こともおっしゃってましたけど、はい、僕あのサビ前のね、あの あざ笑ったっていうフレーズがあるじゃないですか、はい、あそこの一言すごい低い声ですごいこうがなってるじゃないですか。がなりましたね。なんかああいう歌い方とかなんかすごい、まあ、挑戦してるんだろうなっていうのを思ったんですけど、うん、なんかやっぱりこうすごく壮大な曲でもあると思うんですよ、はい、怖いんだけどやっぱサビに行くにつれてその恐怖に抗って、うんうんうん、あとっていう意思がすごくあの最初初め曲を聴いた時に感じたので、はい、その先頭に行くっていう瞬間をどういうふうに演出したらいいかってすごい悩んだ時に、うん、ちょっとがなりを入れて、はい、アクセント入れてあげる、つるっとサビに行かないことでよりそのサビの盛り上がり感っていうのが演出できるのかなと思ってちょっと取り入れてみたりしたんですけど、いやなんか褒めてもらって嬉しいです。いや、まあ、そこもですけど、まあ、なんかこう綺麗に歌うっていうことじゃない、なんかそういう歌唱力というか表現力っていうのをすごく堪能できる曲だなと僕は思ったんですけど、綺麗だけじゃない、うん、おお、なんかすごく素敵な言葉いや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 本当にね、なんかこう思って、あとカップリングも2曲入ってて、まあどっちもね、2曲浅香さんが作詞されている曲ですけれども、はい、まあ、スクリームとラストフライデーナイトという曲が入ってて、はい、まあどっちも全然色が違って、はい、ね、スクリームの方は本当にまあちょっとこう力強いハードロックというか、はい、それこそ歌い方でいうとちょっと巻き舌みたいなのもあったりとかっていうね、はい、すげえライブでも盛り上がりそうな曲ですし、あのラストフライデーナイトの方はすごいこうおしゃれなピアノポップというか、はい、ね、あの3曲全然こう聞き応えがそれぞれ違って、なんかこの3曲聞くだけでそのまあ喉のこともあって、ま、もう大丈夫なんだなっていうのをすごく僕は思ったんですよね。うん、嬉しい。なんかあ大丈夫だし、なんだったらさらにパワーアップしてるなっていうことをなんか感じました。うわ、もうそう言ってもらえると本当にあの手術をしてよかったなって思いますね。もう気持ちよく歌えるようになったので、はい、積極的にこれからもあの、まあ、オンラインでライブやるっていう方法もありますし、うん、こういう時代だからって言ってこうマイナスに捉えるんじゃなくて、自分の中でできる範囲の中で音楽を届けていくっていう、それが今一番自分ができることなのかなと思ってるので、うん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 、やっぱり積極的に音楽を届けていきたいっていう気持ちは強くあるので、じゃんじゃん歌っていきたいです。はい、まあ、ここからというのもね、非常に楽しみです。はい。はい、で、あのここからっていうところで言うと、浅香さん、あの、はい、冬アニメになりますね。ゆるキャンのシーズン2のオープニング曲も。はい、担当が決まっているということで、やったー、ね、ゆるキャンも、まあ、シーズン1の時からもうずっとね浅香さんが担当しててっていう作品ですよね、はいはい、もう本当にやっぱ嬉しかったですね、うん、その第1期のテレビアニメの方からショートアニメのヘアキャンの主題歌も担当させていただいてて、はい、ずっとこうゆるキャンとは音楽の方でも歩んでいってたっていう、私のアニソン歌手人生の中でも非常にあの愛が深い作品になってるので、うん、今回も引き続きこうやって歌わせていただけるっていうのが幸せで幸せで仕方なくって、うん、やっぱり毎年冬はゆるキャンがないと、うん、体がもう染みついちゃってて、はい、なので今年もあの音楽の方でゆるキャン盛り上げていきたいと思ってますし、タイトルが Seize the Day なんですけど、はい、夢をつかもう、うんうんうん、
ていう意味になってまして、はい、本当に私自身もこういう、ま、手術だったりとかいろいろ経験を経てこう歌う楽しさこういうふうにおしゃべりできる感謝の気持ちっていうのがすごいやっぱりする前とする後だと気持ちが変わってて、なので本当にみんなありがとう、そしてどん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 一緒に夢を叶えていこうねっていう、そのゆるキャンの世界観もありつつ、自分が今回この1年で経験した出来事っていうのが非常にこう私の歌声の中に詰め込まれてるかなと思ってるので、はい、その辺も感じ取ってもらえると嬉しいなって思ってます。はい、わかりました。で、まあ、こちらもね楽しみにしたいと思うんですけれども、はい、あすこさんこうやってね出ていただいてめちゃくちゃ嬉しくて、はい、もうあっという間のお時間で、あらららそうなんですよ。なのでまたぜひ滋賀に来ていただいて、ぜひとも、ね、ミシガンも下見していただいて本当に行きたい、ね、ぜひぜひスタジオでお待ちしてます、ね、あと、うん、カニパンでしたっけ、カニパン、サラダパン、あ、かまぼこパン、あ、サラダパン、たくあんが挟まってるやつねサラダパンだ、はい、もう食べに行きたいと思っているので、うん、ぜひぜひ、はい、来てください。本当に近いうちに遊びに行けたら嬉しいです。お待ちしてます、はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当にたくさんお話しさせていただきましたけど、改めて現在放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に行こう、オープニングテーマ I Believe What You Said を歌わせていただいております。本当にかっこいい曲になってるので、たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです。来年もゆるキャンシーズン2が控えてるので、ぜひアニソンシンガー朝香を今後とも応援していただけると嬉しいです。皆さんよろしくお願いいたします。はい、朝香さんありがとうございました。ありがとうございました。最後に曲紹介お願いします。はい、では聴いてください。朝香で I Believe What You Said。リモートゲスト朝香さんありがとうございました。また滋賀でお待ちしてますからね。